二律背反とは、生命題、反命題のどちらにも証明できる矛盾、パラドックスのことである。次儀通りには、二つの法則が現実的にであれ見かけ上であれ、相互に両立しないことを意味し、これは論理学や認識論で使用される術語である。哲学用語として矛盾する二つの命題を言う。概念自体は古代ギリシアのギリシア哲学のエレア派に見られた。 この述語は、イマヌエル・カントの哲学において、特別な意味を要求する。カントは、感覚的知覚あるいは経験の領域のみ用いられる、カテゴリーあるいは、理性の基準を純粋しの領域に適用した際に、生じる、同等に合理的ではあるが矛盾する規決を、記述するのに用いた。理性はここでは、合理的な真理を確立する役割を演じることが、できない。なぜなら、 それは可能な経験を超えているし、理性を超越しているものの領域に適用されているからである。カントにとって以下のものに関連する4つのアンチのーが存在する。時間と空間に関する宇宙の限界すべては分割不可能な原子から構成されているという理論普遍的な因果性に関する自由の問題必然的な存在者の実在これらそれぞれについて純粋理性は 経験的なものに対して、生命題と判明題として、矛盾を提出する。これは、学問と哲学的な探求に対する制限を規定するカントの批判的基礎の一部である。カントは、これらの矛盾を、それがいかに現実に反対するものによって、方向づけられていても、あるいは批判的な解明なしに心に現れているに、違いないにしても、 いかなる場合にも矛盾は実在的ではないということによって解決すると主張する。したがって互いに矛盾する選択肢に関して同等に強い議論がなされているという意味で、カントのせいにすること、しばしばなされたようには正しくない。困難は現象体とエチ体の領域の混同から生じている。実際、いかなる合理的な宇宙論も可能でない。ありがとうございます。